ようお楽しみです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは日本、岡野、ロペス、藤田、七海、望月、服部、伊藤、森岡、井原、秋田、奈良崎。続いてイングランド、シーナン、キャンペル、リオ・ファーテナント、ル・ショーン、フィルネイル、イース、マクマネマン、ベッキャン、アンバートン、オーネン、コーン。イングランド、反対側、左にエンドを取った日本、服部、伊藤、合わせた、ロペス、キャンペル、大きくクリアしました。おっと、倒された。さあ、ベッキャン、シュート、ゴール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 。さあ、もう一度見てみましょう。ベッキャン、藤田、スルー、スローイン、望月、重なってしまった。おっと、奪った、アンバート、キラーパスになるか、キーパーに弾かれた、キレを振ってます、中へ上げた、これはゴールキック、ゴール回しに嫌われた、ゴールキックになりました。スローインです。オファーキャンペル、パスをつないで様子を伺います。細かくつないで、よくしのいだ、服部、果敢にスライディング、スローインです。おっと、奪った、これはコーナーキック、戻して折り返す、空中戦、シュート、キーパー真正面、リオ・ファーテナント、ここでスライディング、さあどう攻めるのか、重なってしまった、イース、素早いパス回し、コーン、守り切った、イース、オーネン、空中戦、短くつないでいる、服部、皆さんでシュート、これはゴールキック、狙いすぎたようです、これは危ない、パスをつないで様子を伺います。守り込んできた、ゴール回しに嫌われた、交代選手にピッチサイドでウォーミングアップを始めました。カット、アンバート、おっと、ジロー、ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。前半あと10分です。藤田、マクマネマン、オーネン、2本シュート、
ゴールキックになりました。ヘッドで落とす。さあどう攻めるのか。ポーン、コーナーキックを合わせた。早野さん、惜しいシュートでしたね。今のは決めてほしかったですね。ミドルシュート、シーマン、ロペス、最終ラインを押し上げる。フリーキックを得ました。カンペリー、イース、素早いパス回し、これはファールでしょう。フリーキックを得ました。ベッカム、このシュート、これはゴールキック。ここで笛です。前半終了。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポート。さあ後半戦のキックオフです。森岡、伊藤、ベッカ、合わせた。カンペ、フィニッシュまで持っていけません。さあここからボールを攻める。センターにビッチャー、アウト、イース、ドリブル突破、イングランド。さあこのまま攻め上がれるか。オーネン、ポーン、シュート、さあもう一度見てみましょう。ポーン、スルー、チャンスを奪います。ラクマネマン、ここでカット、これから反撃だ。シャガツなパス交換、シュート、いや惜しい。しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人の一体感は素晴らしいですね。岡野、パスを回す、スルー、オーネン、森岡、イース、伊藤、オーネン、ゴールキックになりました。ヘッドで落とす。安藤、繋がりません。危険予知能力が非常に高い。カンペ、イース、オーネン、中へ入ってコーナーキック。さあチャンス到来。ゴッと奪った、ゴッと奪った、ヘディングでクリア、イース、
センタリング、これはコーナーキック、しかしこれは決まらず、これは惜しい。カンペル、オーネン、上げてきた、アンバートン、ならず、パスをつないで様子を伺います。折り返す、ヘディングでクリア、ヘッドが落とす、細かくつないで、ルッチョホーン、アンバートン、オーネン、ここでスライディング、まもなく試合終了のホイッスル、中途半端なクリア、藤井、残念ですが、この辺でお別れの時間です。